はい、藩幕の本家の本物の貴族の藩間岩尾先生です。藩幕の本家です。国家で君が要は岩尾となりてて歌われてる岩尾という名前が私の名前で歌われております。父も爺さんも同じ漢字を書きます。岩に山つけた字ですね。でですね、人間の問題ですね。私は人間の上の生物でありまして本物の貴族です。で、人間はね、人間よりか頭がいい、力の強い生物が宇宙にいまして、その悪いね、宇宙生物に点数稼ぎでですね、人間たちは、私の妨害を私の敵でありましてね、で人間たちはその点数稼ぎで生きてるわけですね、全員ね。だから、私の仕事の妨害をすると点数稼ぎできるんで、人間よりか強い宇宙生物がいましてね、悪い生物がいまして、人間はそれに集中して点数稼ぎして生きてます。で、ですから、人間っていうのはその上の人間よりか強い、賢い悪い生物にね点数稼ぎで生きてますから、その点数稼ぎも私の本物の貴族の上の生物の妨害でね、仕事の妨害で徹底して、仕事してます、点数稼ぎでね。それが人間界ですね、一番の問題ですね。だから人間全員で妨害して生きてるわけですね、人間は点数稼ぎでね。で、これに対して対抗してるんだけども、その上のね、人間味が強い悪い生物、知能が高い生物を私がねやっつけちゃうと、今度人間がね暴れまくるんですよね。楽になりすぎてね、ということの繰り返しがありましてね。で、人間はそれでその悪い上の力のある宇宙生物に点数稼ぎで生きて、生きるために私の仕事の妨害、上の生物の私一人だけに妨害をして生きてるわけですね。それで、私は抑えることはするんですけれども、人間の上の知能の力の強い上の生物を抑えることはするんですけれども、ほとんどやっつけはしないんですね。だからやっつけると今度は人間が自由に暴れまくり、自由になりすぎるというかね、そういう関係があります。で、その繰り返しで人間と私とのね関係、その上の宇宙、悪い宇宙生物との関係の三角関係があるわけですね。で、そういう摩擦でも大体私の仕事妨害でですね、1日大体、1000人は平均で、摩擦で、消えてってますね。点数稼ぎしたいということで妨害しに来るわけですね、私の一人に対してですね。で、それで大体1日平均摩擦で、私がですね、うまく人間を動かしてですね抑えるんですけど、人間が仕事妨害してくると私に対してね、それも全員ですね。で、交代もするし、全員でもするわけです。で、これは特にその悪い宇宙生物が喜びまして、そうしますと負荷かけないわけですよ、人間たちにね。で、生きやすくなるんで、こちらに妨害をかけるわけですね。点数稼ぎをしましてね。で、人間たちには歯が立つ生物じゃないですからね、そういうことしてくるんだけども、私もそれに対して2つに対抗するわけですね。
人間と、ね、悪い強い上の、ね、人間よりか強い宇宙生物に、対抗するわけですね。そういうことをよく知ってください。今の現状ですね、本物の貴族と人間と人間の上の上の知能の悪い生物ね、力の強いとの三角関係がありますよということをちょっとね説明いたしました。